きょうは収録メッセージという形で情報をお届けします。昨日確認された陽性者の方、県内では227名でございました、内訳は既存が138名、新規または調査中が89名でございます。感染が確認された方に心からお見舞いを申し上げさせていただきます。 昨日、公表の266名から59名減少しましたが、先週の土曜日の公表人数は216名でございましたので、それは上回っております。昨日も松山市の109名をはじめ、感染拡大が危惧されている今治市で38名、大洲市で28名と、両市では引き続き多くの陽性が確認されています。 ただ、大洲市の場合は、大半が追いかけ作業の中で既存事例、新規はごく少数で、今治市の場合は新規、既存が半々ぐらいということで、内容が異なっております。この3市の合計で175名でございますから、全体の8割を松山市、今治市、大洲市で占めているという状況でございます。 感染力が強いオミクロン株の特性を考えれば、ほんの少しの隙、油断で、再び一時期のように陽性確認が300名を超えるということも可能性としてはございます。国の専門家会議は24日、感染の減少速度は全国的に鈍化しており、横ばいや増加に転じる地域も見られる。 全国的に再び増加傾向に転じる可能性もあると警鐘を鳴らしているところでございます。本件は、依然として感染が高止まりの状況から出しているわけではございませんけれども、1週間、この1週間の合計、先週と比較しますと、先週は1621名、今週は1507名でございまして、減少はしております。 ここを本当に乗り切れば、感染は下降局面に入る可能性もある段階ではなかろうかと思っておりますので、県民の皆さんとともに、何とか脱出に向けて全力を尽くしてまいりたいと思いますんで、ぜひ、感染回避行動の徹底を引き続きよろしくお願いいたします県内は党中南洋、広い地域で感染リスクの高い状態が続いています。 多くの方々も大半の県民の皆さんは日頃から感染防止にも十分気をつけていただいておりますそのことは承知の上で改めてまだまだという方がいらっしゃる可能性もありますので感染回避行動を何度でも申し上げます保健所がぜひ県民の皆さんに伝えてほしいというま5つの点をもう一度お伝えいたしますマスクは 不織布マスク機能同等のものを鼻も含めてしっかりと着用するということ、えー、外出時、密を避け、特に屋内では人と,人との距離を十分に取るということに気をつけていただくこと、えー、手洗いは水でさっと流すのでは意味がない、流水とハンドソープでこまめに手洗いをして効果が出てくるということ、商業施設に行かれた場合は入店時だけでなく、 退店時にも設置されたもの、あるいは持参されたもの、手指消毒を退店時にも行っていただくこと、そして特に職場では、1時間に2回以上、1回あたり数分間、しっかりを換気をしていただかないと効果が現れないということ、この5つの点だけはくれぐれもよろしくお願いいたします。えー、皆さんの感染回避行動をなくして 脱出はできないいと思います高齢者の方々へ、これは重症化を防ぐということ、特にこの後の BA.2 の感染も視野に入れて、3回目接種、各市町の事務として頑張っていただいておりますが、まだまだのところもございます、三回目接種、高齢者の3回目接種が終了するまで、そして感染の水準が十分低下して、 医療機関の負担が軽減するまで引き続きご協力をお願いいたしますそれでは昨日の検査結果ですがまず10歳未満が42名で最多となっていますまた10代が36名その親世代である30代40代が38名ここが多くなっているというのが特色若い世代でございます男性が107名女性が120名でございました 居住地では松山市が109名、なかなか100名を切ることがございません、中央保健所管内でも21名出ております、中央地域全体で130名ですから、全体の6割ということでございます、そして今治市38名、大洲市28名,8名と、多くの世代、多くの陽性確認があって、幅広い世代で感染が広がっております。 この状況を受けまして今治市と同、今治保健所と同様に、八幡浜保健所でも、管内の市長から保健師の応援をいただきました、増員をいただきました、心から感謝を申し上げます。新居浜市は16名と、昨日、26名から減少しておりますが、新居浜市の場合も新規が多くなっておりますので、十分に気をつけていただきたいと思います。 職業は会社員が54名で最多、児童・生徒が47名、既存クラスターの関係もありますけれども、家庭内での感染が多くなっております。それはこちらの感染経路に表れています、家庭内感染105名、最多でございます。検温など、日々の健康観察はもとより、ご家族に発熱や咳などの症状が出た場合は、速やかに、 医療機関に事前に連絡の上受診するようお願いいたします特に高齢者と同居されているご家庭の方は、えー、くれぐれも注意をよろしくお願いいたしますそして医療福祉関係こちらはクラス既存クラスターの関係がございます12名となっています入退院の状況でございますが医療機関に入院されている方は出入りあって3名増えて84名でございます 重症の方は1名増えて2名となりました重症の治療に当たっている関係者の皆さんよろしくお願いいたしますまた一方で宿泊療養施設の方は出入りがあって10名減って76名となっています大族の方240名の方が昨日も無事に療養解除・ご回復されましたその結果 自宅療養の方は一部入院中調整中の方も含めて、6名減少の1782名となっています。最後に、県営の集団ワクチン接種会場について、もう一度お知らせいたします。県直営の集団接種ワクチン接種会場については、松山県営会場と西条臨時会場が本日から接種開始しております。 これ、ちょっと誤解されている方も、ポツポツ少数ではありますが、いらっしゃるんで、もう一度申し上げます、この会場では、接種券、各市町から送付されている接種券をお持ちの方が対象でございます。また、これは小児接種ではございません、一般高齢者やエッセンシャルワーカーなどの3回目接種が対象となっています。 くれぐれもお間違いのないようによろしくお願いいたします。本日松山会場は8割以上の方が予約されています。最上会場の方は5割以上5割程度の方が予約いただいております。この2つの会場は明日27日日曜日の接種は接種もありますが。 えまあ日曜日だとなかなか翌週のことも考えられる方も多いと思います。えー、まだまだあの接種枠に余裕がございます。えー、県直営の会場では2月最後の機会になりますので、えー、本日までまだ予約受け付けておりますので、えー、もし必要とあらばご予約いただけたらというふうに思います。えー、松山県県県営会会場県民文化会館では県内にお住まいの 接種券をおなっています今日も明日もそうです。西条臨時会場、東洋地方局、県の地方局では、西条市民の方が対象となっております。なお、八幡臨時会場、八幡県の、県庁の八幡市局で行います、こちらの方は、明日八幡市民の方が対象でございますが、 7割以上の予約をいただきました、受付は終了をしております。3回目接種の意義というのは、これはもう専門家からの意見でもそうですし、またこれまでの県内における事例を見ても明らかなように、特に高齢者の 重症化をを抑える大きな役割を担っていますその意味で、現在のオミクロン株の重症を回避するため、そしてまた次に来るかもしれない BA.2、さらに感染力が高く、まあ、これ確、確定はしてませんけれども、重症化率は今のオミクロンと変わらないという意見もあるようですので、それを考えると、高齢者の3回目接種が、 今回のオミクロン株だけでなく、次なる第7波への備えにもなるということでございますんで、それぞれの市町長が、医師会と連携しながら、接種を進めておりますんで、市町長、大変だと思います、しかしながらその意義、命を守るということの意義ということを捉えて、全力で対応し、県も精一杯バックアップしますんで、くれぐれもよろしくお願いします。 えそして、えー、必要とされる打たれるというふうなあお気持ちを持たれる方は、えー、ぜひそれぞれの会場で、えー、接種を受けていただけたらというふうに思います、えー、松山西条の会場も明日もございますので本日中に予約すれば間に合いますんでよろしくお願いいたします以上です。